どうも、さゆです。どうも、のっこです。今日は本物のつゆへみか、偽物のつゆへみか、いまいちどっちかわからない人がいるんで紹介しようと思います。そもそもフェミニストの偽物がつゆへみなのに、そのつゆへみに対して本物偽物とか言うのはナンセンスなんじゃね？まあ、確かにそうなんですけど、まあ、僕が思うついフェミっていうのは、ツイッターでフェミニストっていう肩書きをひけらかしている人は全員ついフェミです。まあ結構いるだろそんなやつ。でもちゃんと真面目に問題に取り組んでいるフェミニストだって一応いるんじゃねえの？まあ僕もフェミニズムという概念に対しては決して否定的な立場ではないんですけど、今のツイッターを見ていると明らかにその概念とはかけ離れすぎていると思うんですよね。場当たり的と言いますか、こじつけが過ぎると言いますか。まあ男性嫌悪むき出しなやつらばっかが表立ってるような感じするわな。でその本物か偽物かがわからないついフェミってどういうこと？簡単に言うと発言が過激すぎるというか嘘くさすぎるというか、フェミニストのイメージを悪くすることが目的とも取れるアカウントがあるんです。ああ、本当はアンチフェミニストなのにフェミニストのイメージを悪くするためにフェミニストのふりをして過激発言をしてるってこと？そういうことです。僕も一通り過去のツイートを見てみたんですが、いまいちどっちかわからなかったので、今日は動画にて紹介して視聴者の皆様にも一緒に考えてもらえたらと思って動画を作ってみました。まあアカウント名を晒すとちょっとあれなので、今回この動画ではキメラという名前で紹介しておきますね。なんでキメラ？ネット掲示板でキメラっていう愛称でおなじみっぽかったので。でツイッターのプロフィールがこちらになります。在日韓国系のアフリカ系ミックス、トランスジェンダー男性、同性愛者。いや早速個性強すぎてびっくりなんだが。まだまだありますよ。 ADHD、 ビーガン、企業およびインフルエンサーのフェミニズム顧問、プラスサイズモデル志望。情報量が多すぎて人物像が見えてこねえや。そうなんですよね。そんなに自分の個人情報をネットで出してたら特定されるんじゃないのかなとは思うんですけど、なんか胃がもたれるプロフィールだな。すき家の牛丼メガ盛りに全トッピングみたいな、まあ、これだけ見てもこいつが嘘か本当か微妙なところだな。そうなんですよね。なんというか薬満なんですよね。ビーガンって痩せてるイメージあるけど、プラスサイズモデル脂肪ってなんか矛盾してね。誰かさんみたいに隠れて肉食べてるんですかね。グレタさんみたいに隠れて肉食べてるんだろう。では次にキメラさんの過去のツイートを見ていきましょう。今日の読売新聞のスタンドバイミードラえもん2の広告にそれぞれのび太くんとしずかちゃんのメッセージが載ってるページがあるんだけど、それを透かしてみると2人がしっかり手をつないでるんだよね。こういうの好きだな。このツイートに対してキメラさんがリツイートしています。あまりに男性優位で都合のいい話でとうとう日本もここまで来たかと涙が出た。どうしてすずかちゃんはここまでのび太にこびて、性ものびに変えられてのび太に尽くすような表情で描かれているんだろうか。客体化しちゃ女性に男性の身勝手な欲望を代弁させるなよとのことなんですね。日本もここまで来たかとか涙が出たとかっていうのはよくついふみが使う言葉だよな。そうなんですよね。もしキメラさんが偽物だとしても、よくついフェミに対して勉強なされている方だなと思うのですが、だ、立派なついフェミだ。ではここでリモートで中継がつながっております肉アナグランデさんにお話を聞いてみましょう。はい、ついフェミでビーガンの肉アナグランデです。よろしくお願いします。いや俺たちって存在そのものがリモートみたいなもんだろ。てか画面から体はみ出してね、普通に目の前にいるんじゃね。肉アナさん、このキメラさんのツイートはツイフェミの肉アナさんから見てどうでしょう？そうですね、ツイフェミの基本をしっかり押さえているツイートだと思います。しかしこのツイートの涙が出ただけではちょっとインパクトが弱いので、震えが止まらない、いや怒りで言葉を失うなどとちょっと強めのワードを入れてもいいんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございました。なクソみてえな解説いらねえよ。では次を見ていきましょう。ジャングルポケット斉藤さんのツイートです。息子よ、1歳の誕生日おめでとうもろこし、むしゃむしゃ。え、これに対してツイフェミがなんか言うことあんの？ジャングルポケット斉藤さんのツイートに対するキメラさんのリツイートがこちら。斉藤さん、この子って本当に男の子でしょうか？この子は性自認がまだはっきりしていない自我のない状態です。その状態でこの子の性別を勝手に決めて息子と呼び育てるのは大きな問題をはらんでいます。一度ジェンダー論について勉強なさってください。このままじゃ息子さんがかわいそう。え、じゃあ何、生まれてきた子供が自分の性自認が分かるまで性別を言わない方がいいってこと？そうらしいんですね。過去にもキメラさんは呪いの不老者 Z じゃなくて元桃色クローバー Z の
早見あかりさんが女の子を出産したってニュース記事に関しても性別をいちいち言う必要ないだろ、性差別とは生まれて間もない子どもの性自認を決めつけてこの子の性別は女だと世間に公表することですとツイートしているんですね。赤ちゃんの性別を公表することが性差別っつうならもう人の形をした生き物を出産したとかしか言いようがねえだろうが。トランスジェンダー女性で B 級妖怪の戸黒さんとリモートにて中継がつながっています。お話を聞いてみましょう。トランスジェンダー女性で B 級妖怪の戸黒妹です。よろしくお願いします。んーでちっちゃ、体でかいのに主張弱。戸黒さん、このツイートに対してはどう思われますか？性自認ってそもそも先天的な人もいれば後天的な人もいるから微妙なところなんですよね。その時や場面で流動的に揺れ動く性自認の人もいるんで。では性自認がまだわからない赤ちゃんに対しては性別を決めつけるのは性差別ってことになりますか？いやいや、それはないです。性自認が云々よりもまず体が男なのか女のかによって育児の際の注意点が変わってくるんで、性自認なんて二の次ですよ。んだよな、赤ちゃんにとってまず大事なのは元気で健康的に育ってもらうことだもんな。戸黒さん、ありがとうございました。では次のツイートを見ていきましょう。以前このチャンネルでも紹介したことがあるツイートです。今日公園で子供たちと遊んでいたら小学生ぐらいのグループがまた鬼滅の刃ごっこをしていた。男の子が女は遊女な、〇〇ちゃんは可愛いから花魁な、男は鬼で遊女を食ったら勝ち、花魁は2倍勝ちと言いながら逃げ惑う女児たちを押し倒し食らう真似をしていた。さすが日本、子供までニソジニーに染まりきってると一瞬愕然とした。大声でやめなさいとやめさせ、女児のプライベートゾーンを触って座っている男児を毒ように子供たちに遊郭とごめんなさい、ちょっとやり直しますね、すいません。今日公園で子供と遊んでいたら小学生ぐらいのグループがまた鬼滅の刃ごっこをしていた。男の子が女は遊女な、〇〇ちゃんは可愛いから花魁な、男は鬼で遊女を食ったら勝ち、花魁は2倍勝ちと言いながら逃げ惑う女児たちを押し倒し食らう真似をしていた。さすが日本、子供までミソジーに染まりきっていると一瞬愕然とした。大声でやめなさいと止めさせると、女児のプライベートゾーンを触っている男児を毒ように子供たちに、遊郭とは女性が搾取されている場所で決して遊び事でも真似事でもしてはいけないと注意した。性的な部分は伏せたが親にはしっかりと注意して電話番号まで交換した。これから電話をしてもう少し話をするつもりだ。少年ジャンプはどんな風に責任を取るつもりだ。子供にこんな真似をさせて一体どういうつもりだ。これ結局男の子は女の子を食い物にしていい、搾取していい、消費していいって子供の頃から洗脳されている結果だよね。可愛い子は格が上とか意味がわからんし、ルッキズムにも染まっている。あ、電話は滞りなく終わりました。相手も自身の浅はかさを反省していたようで、今後子供には鬼滅関連には触れさせないと約束してくれました。笑わないで読むのきつ。まあ笑いなしじゃ読めねえよな、このツイート。っていうかこれそもそも嘘松だろ。ですよね、こういうことをツイートするから偽物なんじゃないかって疑惑が出ちゃうんですよね。では次のツイートを見てみましょう。マリエさんの件で思い出したけど、ちょっと前に某鉄道事業者のバリアフリー不備について意見を言うために本社までアポイントを取ってお話をお伺いに行った時のこと。無論 JR のような大きな会社ではないが、その時話を聞いた課長さんから枕営業を持ちかけられたのを思い出したな。車椅子ユーザーに対して駅に常駐する駅員の数では対応しきれないのではないのかという種類の意見を提出しに行ったが、なぜか課長さんは話半分しか聞いてなくて、途中で私が真面目に聞いていらっしゃいますか、御社の人権問題のお話ですよと苦言を呈したら、驚いたことにその課長さんは、人権についてはご立派ですが、私はあなたと詳しく話をするならもっと親密にお話をしたい、どうせなら今晩ホテルでお話をしませんか、そうしたらあなたの言う人権についても意見を聞いてあげれるかもしれないと言われてびっくりしました。なんであの人あの時あのようなことを言ったんだろうか。あまりにもひどい発言だったので即日その会社の社長職相当の人にお話をして、その課長さんは後日めでたく退職されました。いい年したおじさんだったんだけど盛りがついていたのかな。日本社会の人権意識の低さと女性のそれも性への捉え方が下劣だと思った一件でした。くせ、嘘の匂いがくせえわ。まあこれも嘘松集全開ですよね。ツッコミどころが満載すぎてうちではさばききれないです。でもこいつトランスジェンダー男性で同性愛者ってことは普通に男が好きな女ってことになるのか。まあよじれまくっちゃってるんでこんがらがっちゃうんですが、そういうことになりますね。まあいずれにしても人権問題がどうこう発狂する女をホテルに誘うバカいねえだろ。
まあ、普通にそうですね、まあ、逆に興奮するとかっていう人もいるかもしれませんが、それをリアルでやるとは思えませんし、まあ性癖は人それぞれだからあれだけど、トランスジェンダーの性的指向も性癖も根本は同じようなもんだからな。でこれが先日投稿されたツイートになります。昨日スタバでコーヒーを飲んでたら19歳ぐらいの女性が泣きながら近づいてきて、キメラ先生ですね、私あなたのお話にいつも勇気をもらっています、ネットハラスメントに負けないで戦う姿はまるで現代の岸田綾子さんですと涙を流しながら握手を求めてきてくれた。丁重にお返事をしたら、寄付金です、どうぞネットハラスメントの訴訟費用にしてくださいと茶色い封筒を出してきたが、私はお金を持っています、そのお金は必要はありません、あなたの闘争の役に立ててくださいと名刺とサインを渡してその場は別れた。なんか素敵な体験だったな、見てくれてる人はちゃんと見てるんだよね。 100% 嘘だろ、こんなやつ応援するやついねえよ。ちょっと恐怖を覚えますよね、寒気がするというか、熱中症対策にはもってこいかもしれませんが、さすがにこれは信じがたいですよね。本当に尊敬している人に本当に偶然会ったとして、いきなり都合よく金渡すか、しかも都合よく封筒にまで入れてさ。まあ言っちゃえばキリがないんで、ちょっと、まあそうだな。いやでもこいつ釣り垢確定でよくねえか、これ相対的にフェミニストとトランスジェンダーの地位を下げるためのアカウントしか思えねえよ。まあ決定的な証拠があるわけではないので、このチャンネルではそういう疑惑があるってだけに留めておこうとは思うのですが。そんなこと言ってるけど、お前本当はこのツイフェミが本物か偽物かなんかどうでもいいと思ってるだろう。まあぶっちゃけそうですね、面白ければどっちでもいいです。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。